GV がいたのって確かチームシープスだったよね。そうだよ、アシモフがつけたチーム名だったかな。シープって羊のシープだよね。そのはずだけど。でもシープって複数形でもシープのままでシープスにはならないよね。考えても見なかったな。アシモフのことだから何か意味があるんだろうけど、今度聞いてみるよ。うん、変なこと聞いてごめんね。ちょっと気になっちゃって。あなたにはスメラギの薬理研究所で培養されているある花を駆除してほしいの。花の駆除？変わった依頼ですね。実はその花から取れる成分が問題なのよ。シード、聞いたことはないかしら。それそのものは抗ストレス剤なんかに使われたりするものなんだけど、製法次第ではセブンスを強化する他に強い副作用をもたらすこともあるの。それって、秘密裏にスメラギはシードを能力者の制御に使っているようね。なるほど、そういうことですか。わかりました、その依頼受けますよ。雷撃を流してみて。侵入者を撃破。兵士たち、
お前があのハムシの能力者か。ディナーがおしゃべりするんじゃねえ。空腹に響くだろうが。さらよ。腹を満たすために目の前のものを食いまくるしかないじゃないかなあ。やめてろ。たまらないな。俺の腹の虫がよ。やめろ。腹の中で騒ぎます。あれもそうです。肉体を虫のようにエネルギー体に変える能力も。了解。
シデン様、モルフォの居場所が判明しました。本当かい？それは良かった。そうだね。ここは念のために彼に迎えに行ってもらおうか。はっ、直ちに手配します。やれやれ、これでようやくプロジェクトが進むよ。この施設が無駄にならずに済んでよかった。ただいま、シアン。おかえりなさい、GV。 ああ、突然お邪魔するよっと。エラク、お前は僕が倒したはず。ああ、やっぱそこ突っ込む？めんどいな。まあ、いつか答えなくても。君がモルフォちゃん？上からの命令でね、モルフォちゃん連れてくよ。はぁ、だる。さっさと帰って寝よ。待て、メレク！これの相手でもしててよ。新兵器も君には肩なしだね。誰だ？よかった、周波数はこれで合っているみたいだね。はじめまして、ガンボルト。僕はシデン、君が倒してくれた能力者たち直属の上司さ。一応君はこれまでうちのアイドルの面倒を見てくれていた。挨拶とお礼くらいはさせてもらおうと。小切手でいいかい？ふざけるな！シアを返すんだ！できない相談だね。彼女は今回のプロジェクトに欠かせない姫巫女だ。プロジェクトだと？世界中の能力者をサイバーディーバー、彼女の歌で管理する。それが僕が進めているディーバプロジェクトさ。彼女の歌で能力者を洗脳する気か？
洗脳なんて興味大して珍しいことじゃない。この国を守るためには必要なことなんだよ。テロリストの君にはわからないだろうね。それじゃあね、ガンボルト、彼女のライブ配信せいぜい楽しみにしておいてよ。待て、俺たちを舐めてやがるぜ。落ち着けジーノ、たった今諜報班から報告が入った。どうやらシアンはセメラギの衛星拠点雨の浮き橋に連れ去られたようだ。衛星軌道から全世界にモルフォの歌を拡散する。おそらくそれが連中の狙いだろう。我々としてもこの馬鹿げた計画何としてでも阻止せねばならん。僕が行くよアシモフ、彼女は僕が助ける。雨の浮き橋に行くにはスメラギの軌道エレベーターを使うしかないわ。まずは軌道エレベーターのコントロールを奪わなければならない。そっちは俺たちに任せな。な、リーダー。ああ、GV、お前には陽動と正面突破を任せる。大変だとは思うが、お前ならばやれるはずだ。ありがとう、みんな。頼んだぞ、GV。チームシップス、ミッションスタート。